さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まず三塁側広島東洋カープ、先発投手は永井、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側北海道日本ハムファイターズ、先発投手は中村、本日好調、いい投球でゲームを作ってほしい。それでは先発投手をご紹介します。マウンド上は特殊能力一発がついている中村、とにかく失投には注意して投球してもらいたい。さあ非常に注目度の高いゲームが始まりました。バッターは1番赤松、低め見送ってストライク、投げました、これはボール、コーナー攻めてきます。投げた、スローカーブ、空振り、スローカーブに全くタイミングが合いません。打った、三遊間へのゴロ、ゴロが突破、赤松ヒットを放ちました。ノーアウトで先制のランナーが出ました。そしてバッターボックスは初球から送ってきました。これがショーフライになってバントしました。あっとショーフライになった、ファウル、外れたボール。さあ次は何で来るか、バントした、ピッチャーの左が転がした、アウト。さあこれでランナーは二塁からホームを狙います。カープ先制のチャンスを迎えます。ファールボール、カウント2ストライク、1つ外した、ボール、カープ先制のチャンス、ワンアウトランナー2塁、打った、これは大きいぞ、場外への特大ホームラン、先制ツーランホームラン、まさに目の覚めるような一発、変化球を完璧に捉えました。チームメイトの祝福を受けます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。カープ得点を挙げ、ここからどう攻めるか。そして迎えるバッターはエヒア、まずは出塁なるか、打ちました、三遊間、ゴロが抜けた、メヒア出塁します。ここでバッターは小久保、ランナーを進められるか、第2球投げた、フォークよくってボール、いいコースですが外れています。ストライク、インローへ、ここは慎重に行くか、打った、打球はレフトへ、レフト前のヒットになります。小久保ヒットだ、ヒットになった、チャンスを広げています。ここでバッターボックスはハブ、リードを広げておきたい。さあバッテリーどんなボールで勝負する、スライダー見逃し三振、中村絶対にホームは踏ませません。背番号54、さあ次の球打った、ファウル、ボールカウントはノーボールツーストライク。さあ勝負してくるのか、スローカーブはボール、これは完全にボールです。打ちました、セカンド石井ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって2対0、カープまずは先制しています。バッターは8番、ソネ、ソネ背番号69、打った、これは平凡なレフトフライ、掴みました、これでワンアウト。そしてバッターは永井、永井敦史背番号60、投球3球目、投げました、打った、これはショート真正面、アウト、これで2アウト。そしてバッターボックスは赤松、打ちました、高濱ボールを取った、高濱自分でベースを踏んでアウト、これで3アウト。2回の表が終わって2対0、中村この回見事三者凡退としました。バッターは2番、桑原第2球を投げました、外のボール球打った、平沼取ってアウト、これでワンアウト。さあそして迎えるバッターは先ほどツーランホームランを放っているエルドレッド、直球空振り、仕方なくバットが回った感じになりました。いい当たりが飛んでいる、センター見送った、ホームラン、ソロホームラン、エルドレッド、この人を侮ってはいけなかった、変化球を完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。
カープ得点を挙げここからどう攻めるか。そして迎えるバッターはメヒア。内角低め見逃し三振。中村見事なピッチングです。打った痛烈な当たり、あとワンバウンドヒットになる。ここもいいバッティングを見せました。ここでバッターはハブ。ランナーを進められるか。さあ仕留められるか。中村最後は三振に仕留めました。3回の表が終わって3対0、カープこの回1点を取りリードを広げています。ゲームは中盤4回に入ります。バッターは7番船越。まっすぐ空振り、外低め決まってストライク。打った、抜けた。船越気持ちのいい当たりでした。ここでバッターボックスはそれ。ランナーを進められるか。さあ次は何を投げてくるか。あっとスリーバント、ピッチャーの前だ。踏ん張って一塁送球アウト。そしてバッターは永井。リードを広げておきたい。次はどう攻めるのか。打ちました、セカンドライナー。カープな見事勝利を収めました。場内まさに騒然、運も味方につけた劇的なサヨナラだ。粘りに粘って延長戦をものにした。さあそしてファイターズファンの皆様よろしいでしょうか。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に素晴らしい。